あ、完成しましたね。ドッ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 。おう、おいらの想像以上だぞ。みんな見るんだぞ。まあ想像通り想像通りです。よし、でオンバじゃない、重なってるオンバ。よし、うん、どことなく汗臭いというか筋肉むさいというか洗練さに欠けるわね。そうよ、得てならもっと素敵なものを思いつけるかも。なんなら自分が好きなように作り直してね。まあまあ壊してもいいよってことか。うん、まあいいんじゃない。うん、変にね、てっぺんだけ変えずにそのまま綺麗なこの頂点を同じ素材で作るっていうのもオツだと思うけどね。うん、ハーゴン教団がやってて壊されちゃうんじゃないかって少し心配。そうだな、そうだね、撃破対策。達成。チメダくれ、チメダ。あと3個でリフォームコテを強化。なんかリフォームコテってちょっと使いこなせなさそうだな。なんか普通に壊して置き換えちゃいそうだな。しかし未来への夢に進むためには新しい何かが必要でしょうし、石板を拒否、了解した。商人の剣は一旦置いとくか。ちょっと待って。うん。やりおるのを得て。この島にも順調にものづくりの力が溢れてきた。もうすぐ島でもものづくりで満たすことができる。かつてのビルダーも喜ぶじゃろう。やったな、得て。これで俺たちの指導帝国は。やばい、指導の様子が。どうしたのです。何を苦しんでいるのです。壊しなさい、壊しなさい。また貴様が俺に気やすく話しかけるな。分かっています。ものづくりで満たされていく世界に破壊の衝動が高まっているのでしょう。そんなことはない。うわあ、うわあ、パワーアップした、強なった。破壊の神たるあなたが世界を救う日はすぐそこに迫っています。そろそろあなたには自覚していただく必要があるようですね。サイヤ人を超えたスーパーサイヤ人、神としての役割を。大丈夫なの、指導、何かあったの。なんでもない、なんでもないさ。だがよ、指導、お前の全身からものすごい力を感じるで。戦闘力、なんて戦闘力だ。今まで以上に頼れそうだぞ、シド。この島は魔物から守るんだぞ。ではあえてシドよ。何か用があれば山頂の神殿に来るのじゃぞ。そうだね、小さなメダルちょっと渡したいね。しかし私たちはもう何もお願いはしません。あとはお好きにものを作ってください。家やお店、バーを作っていただいてもいい。すべてあなたにお任せします。住人名簿もあるし、島のみんなを好きな場所に任せる、済ませることもできちゃうわよ。
さあて心ゆくまで物を作ったら白爺と話して新しい冒険に出かけてね。目標達成。新たなこだわりレシピが。おう。うん、調べる。なるほど、こっからはね、こだわり系。詳しく見る。あー、これ全部さやったらいい感じになるんだろうね。ちょっと待って、十人名簿をさ、十人名簿、牛いるのはさ、分かったんだけどさ、鶏は？すいませんが、鶏はちょっとどこに行ったんでしょうかね。僕の捕まえた鶏さんは死んだんでしょうか。お死になられたんでしょうか。とりあえず戻しとくか。これ引っ越す。緑。ドルトンも緑。ポンペ緑。ジバコ緑。ミミズンも緑。リズも緑。であとはまあ赤。もう牛も全員緑。よし。こんな感じに、とりあえずね、帰れお前ら、帰ってくれ。どうしようかな。そのこいつがさ、商人連れてきてって、商人連れてくるか。はい、ちょっと もう一回ちょっと商人探していきます。あ、なんか出た。ここか。なにここ。ビルダー百景コンテストの入賞作品が、あ、こうやって普通に、え、マジすごないそれ。うん、ってことは誰かの作品ってことでしょこれ。え、壊せんのかなこれ。壊していいのかな。つうか、いたじゃない。これでしょ絶対。おっさん、足はジョルジュっていう知らない商人でございます。金の金の匂いをに誘われて、足の村から出てきましたが、ようやく匂いの出所が分かりました。あなたです。あなたから金の金の匂いがプンプンします。どうでしょう、足をあなたの島に連れて行ってはくれないでしょうか。いいよ、来た。何これ、すげえな。浮かんでんじゃん空中に。え、ちょっとどこ行くねん、どこ行くねん、どこ行くねん。まあいいか、とりあえずワイはここが気になってしゃあないんや。これ壊せるんかい。壊すっしょ、な、全部持って帰るでしょ。え、も取れない、壊せるけど素材は取れないんだ。うわー、無駄に壊しちゃった。なにこれ、
ん？あ、ここから出てくんのか。すごい。すごいでござる。すごいでござる。よし。じゃあ見つけたし帰りましょう。おお、連れてきたよ。よしよしよし。よし。うん。何か入れておけば商人が町のみんなに物を提供するわ。そうすればみんなの嬉しさのあまり物作りのかけらをどんどん落とすはずよ。商品を買うゴールドはお金は用意しなくていいのか。お金って何確かにね、ここの世界には金という概念がないな。ちょっと見に行ってみよう。開く。なんかじゃあさ、じゃあなんか。何がいいんだろうね。これとか使い道ない。何これ、あと土、あ、剣とかどう。剣とかいらない。剣、今まで余った剣、指導系の。服もそう。開くこっちだ。ここらへん。あ、これはいけんだ。これもいける。ちょっと謎は深いけど、まあ置いとこう。やっぱ守り神は必要だよな。よしよし。じゃあどうする？行くか。頂上行ってみるか。みんな何してんの、こんな時間に。よし、行きます。頂上行きます。ワープ、山頂。ジーヤ。うん、新しいもの作るじゃのう。うん、戦士。新しい地下、どんなところなんだ。そこはムーンブルク。誰も訪れるもののない禁断の地。絶え間ない戦いの地じゃ。ムーンブルク。本当はそのような場所に可愛いお主たちを生かしたくはないが、わしももはやそこしか案内できぬ。どうしても行くのなら船着き場の船長に相談してみるがよい。はい、メダル渡します。結構集まったでしょ。うん、はい。14枚。ローレシアの服着た。町の楽譜集。まあそれは別にいらないな。ローレシアの服ニュー。え、ローレシアの服くれたんじゃないの今。え、作れるようになったよってだけ。作れるよっていうだけ。
なんじゃこいつ。作りたいよ。作りたいよ。服。あった。余裕で作れる。いって。で、多分ね、これドレッサー？これ守備力とか見れないのかな。装備詳細を見たい。詳細を、詳細、守力39、15、かっこいいけどな、この見た目かっこいいんだけどな。しゃあないよな。しゃあない。これは風神の盾もちょっとまだ作れそうにないんで、あ、そうそうそう、今何をしようとしたのかっていうと、ドレッサーをちょっとやってみなかった。結局一回もドレッサーしてないから。ドレッサー俺持ってないっけ。全部置いたんだっけ。てかここにあるよね。こう、これもしかして見た目だけ変えれる。見た目だけ変えれるんだったら、メガネ似合わねえ。かぼちゃだな。これさ、ちなみに、あ、装備はちゃんとあれしてるんだ。ちょっとかぼちゃ嫌だな。かぼちゃ嫌だ。やった、これでずっと亀でいられる。嬉しい。くらえ、寝てんじゃねえ。どうしよう、行っちゃうかな。じゃあもう新しい島ね。多分こだわり系のやってたらもう本当に多分1週間ストーリー進められなくなっちゃうからな行っちゃおうかな。はい、ちょっと待ってね。 OK、 船長、ミンブルクとやらに向かってくれないか。強い女戦士、来たでやす、来たでやす。頼む、連れて行ってくれ。ムーンブルクに連れて行ってくれ。はい、この島で集めたものは置いて行ってもらいやす。新しい島で裸一貫で頑張るでやす。おう、やて、奇跡、遺跡とオアシスのロマン。いよいよ新しい場所に行くのね。だけどムーンブルクなら今までみたいに教団に襲われることもないわ。美しい王女様が迎えてくれるはずよ。シロジーが絶え間ない戦いとか禁断の地とか言ってたのが少し気になるけれどもね。お、任せる。ドルトンってカレー臭がすごいから
言うたんなってそんなこと。あ、もう傷ついたな、もう傷ついたよ彼の心は。くれぐれも無理せずに何かあったら帰ってきてくださいね。うん、よし、女剣士とやらを連れて帰ってくる。行ってきまーす。どうじゃハーゴン、白地、どうじゃハーゴンよ。不毛であったこの世界にもものづくりが満ちつつある。たとえいずれ消えゆく幻の世界だとしても、わしは信じたいのじゃ。人間のものづくりの力を。な、どういうこと、誰と話してるんだ。え、白地黒幕説浮上。ムーンブルキ、終わらない戦いの島。雪国だね。ここが白爺のやつが言ってた近寄るもののない禁断の島か。あっしはここでお待ちしているでやす。空っぽ島に帰りたくなったらいつでも来てくれでやすよ。ところで、ね、この白くてふわふわしたものはなんだ。確かに今までの場所は少し違う。あ、それはね、それはあのあれだよ。うん、あの白い、白、あの埃だよ、埃、埃、埃だよ。うん、触らない方がいいよ。戦いに満ち満ちた島、破壊の力を解放。何、もしかして指導を取り、白 G は気づいてるのかもね。この指導の邪気に、指導の邪気に、邪気が来たか。ん、なんか来た。誰だお前たち。好戦的、もう剣抜いてる。いいだろう、こちらも剣を抜こう。タイマンと行こうか。ここは人の立ち寄る島じゃない。魔物の仲間でもないな。な、いや、魔物の仲間にしては随分気の抜けた顔だ。こんな緩んだ顔の敵はいない。君はここに何をしに。ビルだ、自分たちの島で教団と戦う仲間を探しに来た。ビルダーか。ということは君がこのムーンブルクを救う伝説の、うん、僕はリック、このムーンブルク王国の兵士長だ。兵士長、イケメン兵士長だ。ビルダーの君に頼みがある。僕と一緒に来てくれ。シュッ、さあ行こうか。ホコリブロック、ホコリ、ホコリブロック、こっちだよ。よし、回収していくぜ。毒沼、石材、あ、うん、ギョエーリック、クエツアラは誰だ、よもやアラテか。なんか王様っぽい人がいるんだけど、なんで。王様、そしてジローム様、この者こそ待ち焦がれていたビルダー、我らを戦いに導く破壊の使者です。そこ、それはまことか。いや、おいよ、そんなはずはありますまい。こんなほがらかな顔のものが破壊の使者とは。
ああ、やはりわしらはもう戦いを続けることはできぬのじゃ。うん。どうしたの？アネッサよ、しっかりせい。頼みがある。何？敵の手にかかり毒に侵されてしまった。うん。ああ、いいよ。よかろう、作ってやろう。ってことは葉っぱが必要なわけで、葉っぱが必要なわけで、キノコは、うん、いや毒消し草作るにはさ、葉っぱが必要じゃない？魔物倒さないか、あれ葉っぱが出ないでしょ。魔物いなくない？あ、いたこっち来い。そこで倒したら落ちちゃう。こっち来いよ。ほらもうこうなるほらもうバカもうリンチじゃん、お前みたいなやつは。お前みたいなやつはリンチじゃん、リンチ。バカもう、このバカタレ。どこここ作業台ありますか？あ、あった、これだ。うん、よし、はい。危ねえ、全部飲むとこだった。それにしても神をも恐れず堂々と物を作るとは、やはりそなたビルダーに違いあるまい。ものづくりを悪とするハーゴン教団の信者たる我々にはそのようなものづくりとてもできぬからな。この島の連中もハーゴン教団の信者ってわけかよ。だが、だとしたら貴様らは誰と戦ってるんだ。確かに、お、アネッサ、え、お与えいただいた毒結晶で毒が癒えたようです。あ、かわいいじゃん。いやー、いいね。私だ。君が毒消しを作って、うん、我らの戦いもついに終わりかと思ったが、破壊の使者たるビルダーが来てくれたのじゃ。これもハーゴン様のお導きかもしれん。確かに誰と戦ってんの、マジで。一緒に城を占領している敵を倒してくれ。闇上がりのアネッサは王様とジローン様とここに残るんだ。二人は僕が案内する。城におる敵は手強い。近くにある薬葉の茂みから薬草を作っていくと良いであろう。さあ、越えてシド、僕についてきてくれ。お、いいぜ。薬葉の、まあまあ毒消しはいいか。薬草が作れれば。
こっち。これは？ただの、ただの草。ん？なんか取っちゃった。鉄、鉄の塊だ。あ、あれか。まあ確かに。あ、ここ城だったんか。ああ、遺跡、なんか遺跡の跡地かなんか。こんな時に考え事か。一度滅ぼされたが、もう復活して王女がいるはず。王女なんて、話が違う。あそこに魔物がいるぞ。しかもグレムリン。勢いに乗って攻めすぎたかな。人間まだ生き残ってたのか。おい、みんな獲物だぜ。お前から倒す。リーダーから倒すのが定石。リーダーから倒すのが定石。よし。そ、大丈夫だ、大丈夫だ、大丈夫だ、氷をしたら勝てる。よしよしよし。なんか一匹だけ腐った死体みたいなやつがいる。お主は何者だ。結局薬草を作る場所ってどこだったんだろう。薬派のなんとかってやつだが、いくら俺を騙しても城を包囲してる大軍勢にはかなうまい。貴様らは教団の教えに従っていつまでも戦い続けるかい。それがムーンブルクの宿命だ。やった、これでムーンブルク城を取り戻したぞ。ありがとう、君たちのおかげだ。こんなボロボロの場所を取り戻したって嬉しくないぜ。エテが作ったのかい。ものすごい破壊力だったけど。そうだよ、君は何を背負ってんのそれ。見えない。銅の剣かな、銅の剣。うん、そなたたち教団の魔物たちを倒し、城を取りも城を取り戻してくれたのだな。素晴らしい働きだ。これで我らは教団の教えの通り、教団と戦い続けられる。二人に感謝する。教団の教えの通り、教団と戦い続ける。むちゃくちゃじゃないか。僕たちムーンブルクの民は、信仰するハーゴン教団の教えで、教団と戦い続けることが義務とされているんだ。意味がわからん。敗北が訪れし時、破壊の使者たるビルダーが現れる。そして戦いは継続される。この地の古い伝説だ。教団が破壊するのものを作るビルダーこそ天が使わした破壊の使者。戦争こそ破壊の極致。勝つことも負けることも許されず、永遠に戦い続けることが我らの宿命なのだ。バカなのか。勝てるかもしれない。この宿命から、まあまあまあ、まあその抗ってるんだったらいいけど。わしらは教えに従って戦い続けておる。教団に勝つなどあってはならぬこと。リック以外頭おかしいわこいつら。だからお願いだ、教団を倒しこの戦いを終わらせるために僕と一緒に戦ってるよかろう。いいやつだね、リック。死ぬのが嫌だ。僕は絶対に死にたくないんだ。死ぬな、こいつ。こいつ死ぬな。断っておく、私も王もジローム様も教団に勝つ気はない。我らはこれからも教団の信者だ。せっ。何？陣地の確保。まずは城の壁を使い、今我々がいる王座の間を壁で囲ってくれ。7個、
いいよ。ちょっと待って、囲う前に、囲う前に、いろいろと、いろいろと。回収できるものは回収して、これは何じゃ、その薬派のやつはどこ薬派のやつどこ、薬派のやつ、俺薬草作りたかったんだけど。これはこれ違うよな、これ多分綿だよな。いいか、置いちゃいましょう。ここだね。ティーン、うん、どけジローム、俺がキングだ、俺が王だ。陣地陣地っていうか、ただの狭くてちんけな部屋じゃないか。確かに今はそうかもしれない。しかしあの城の壁は敵が壊せない強力な壁なのだ。城の壁でたくさんの部屋作り、部屋作り、陣地を広げていく。そうすればできることは増えていく。けど壊れてたじゃん。僕の同期でね、戦術に長けた、優秀な兵士なんだ。君たちも学ぶことがあるはずさ。彼女は昔から堅物でね、今は教団に勝つ気がないなんて言ってるけど、得手のものづくりを見ればきっと。お、薬の葉。この気配は。早速戦いか。まあいいか、やるか。いいよ。どうだいて、いいよ。はい。王はこの場でお待ちください。城の壁で囲われたこの、陣地なら魔物も入ってこれないでしょう。はい。けど実際壊されてたってことは、やっぱ壊せる魔物もいるってことじゃないの？壊せないのかな、本当に。けどずっとそこにいても意味なくないか、意味なくないか。やれやれやれ。やばい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 、リンチ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 。大丈夫大丈夫大丈夫、落ち着け落ち着け。作業台がないとな。危ないか危ないか。作業台ないかな。下のとこから取ってくるか。確かにこの壁は頑丈らしい。お前の言う通りだったな。だが教団の圧倒的な兵力に勝利するのは不可能。負けずに戦い続けるのが精一杯なのだ。私は君たちが何をしようと邪魔はしない。しかし教団に勝とうなどと思わぬことだ。命ある限り戦い続ける。その教団の教えは私の信念そのものなのだ。すまんが、分かってくれ。わからぬ。うわ、なんかファミコン時代思い出すな、この BGM。 いまいち実感がわからないな。教団の軍勢っていうのがそんなに強いのか。なんなら様子を探りに行ってみるかい。敵の力を知る。おお、そうだね。
南東に行くと辺りを見渡せる高台がある。敵の予想を探るにはちょうどいいだろう。あっちか。うん、わかったよ。ついてきてくれ。さあ行こうか。よし、今日こうやって雪排除あ、けど雪排除してもどんどん積もっていくわこれ多分。こっちか。すっす、あ、ちょっと待って。木は必要だ。木は必要なのだ。100ぐらい欲しいよ。100ぐらい。これが敵地か。めちゃめちゃいる。めちゃめちゃいるわ。バーサーカーがいる。偵察部隊がやられるとは、この地にビルダーがあられているのは本当に嬉しいね。これはいい。やつらには戦い続けてもらえばなる。このまま滅んでいっても困るので。ありったけの兵で四方八方抜かりなくらい生かさず殺さずゆるゆると攻め続けろ。一人死んだ。なるほど、これは強敵かもしれんな。信念ってなんだ。曲がらぬ心といったところかな。ここは一旦陣地に戻るとしよう。そうだね。焦げ、なんだろう、砲弾かなんか撃ち込まれた跡か、あの黒いのは。この切り株がすごく気になる。今さ、敵の陣地の方にさ、風のマントで飛んでったら怒られるかな。ちょっと待って、あれ宝箱じゃない。逃げろ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 逃げて、逃げるぞお前ら。来て、おいおいおい、来てるか。よしよしよし、脱出。あぶねえ、あぶねえ。ダメだ、近づいただけで結構襲いかかってくるタイプだったわ。気をつけよう、今後気をつけよう。あ、鎌がある。釜があんじゃん。石炭がないな。けど石炭、何も入ってない。ただいまハンバーガー手に入ったよ。ハンバーガー食べるよ。え、めちゃめちゃ回復すんじゃんこれ。ハンバーガーもったいな。うん、少しずつ物資を手に入れ、部屋を作って陣地を広げていく。今はこれしか手がないだろう。ただ敵がここに新しい魔物を送り込むつもりらしい。早く手を打たないと。じゃあどんどん城の壁作って強化していかなきゃならんね。
うん。ぬぬ。作業場にするつもりか。だこのこの王様。これだから王族ってのは。黙っとけ王族。焚き火と金床、炉、そして石の作業台もある。すべて集めた。うん。OK。炉は見た。OK。炉はあんだ。炉はそこにある。炉。あ、金床もあった。金床。敵が来た。うんこ。まさかこんな早く来るなんて。これからも敵は次々やってきそうだ。急がないと。えて、いちいち相手にしてたら、ラジが開かない。敵は僕たちに任せるんだ。あ、わかった、わかった。ちょっと、うんこ。よっ。あ、作業台もあるじゃん。やめて、あ、やめて。作業台じゃあこっちで、ロでかいからな。ロここだな。ロ、壊れちゃった。なんで？古びてたのかな。うん、古かったのかな。ちょっと待って。金床はやっぱこっちの近くにあった方がいいよね。どう？うん。狩猟の基地に囲まれたようだ。おいそれと外に出られなくなってしまったね。かといって素材集めのためにもここから出ないわけにもいかない。ここからは敵をやり過ごすことを考えよう。素早く素材を集めてすぐに陣地まで戻ってくる。君の行動の速さが鍵になるだろう。お前はここで特に素材集めと物作りだけ集中してろ。魔物どもは俺がぶっ倒してやる。頼むな。うん。OK。ちょっと作れるもんは作っとこう。とりあえず薬草は作る。作れるだけ作って。んで、はしごはいらないし。木のベッドか。何個作れる？木のベッドじゃあ置く場所ないな。うん、とりあえずいいよ。はい。ビルダーよ、お主が来たせいかは知らんが、敵の攻撃が激しくなってきたな。じゃあこいつ取り返してやったやろよ、ここハゲが。戦闘中の仲間も戦いを切り上げて陣地の中に戻ってくるぞ。あ、そういうシステム。何か食べるもの持っておらんのか。ハンバーガーあるよ。飯が食いたい。雪になった場所が3箇所ある。山になった。じゃがいもが埋まってる。頼む、雪の下からじゃがいもを見つけ出し焚き火で焼いてわしにくれ。オッケー。あ、ここか。ここか。
クラッシュ。やあ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 。痛い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 、大丈夫大丈夫、とりあえず任して、こっちか。開く。あ、これはなんか久しぶりに手に入った気がする。死にかけてますやん、死にかけてますやん。で入って、ここでじゃがいも、じゃがいもを入れれないんだけど、なんで。あ、そりゃそうだから。雪ブロック、雪ブロック食おうとしてた。何やこいつは、うるせえな。これずるい、これずるい、これずるいやり方、これずるいやり方かな、これ。まあけどあんま食らってないな。ハゲ大臣に渡すと。よし、うん、いいよ。このジャガイモ頭が、大半が城を捨てて逃げた。戦争こそわしらの宿命じゃというのに、得てよこの戦いを終わらせようなどと余計なことをしてくれるでないぞ。わしは50年戦い続けておる。戦争しかしたことがないのじゃ。この老人から生きがいを取り上げんでくれ。じゃあとっとと死ね。よーし。うん。何？人数分のベッドを作って玉座の。オッケー、わかった。わかった。やっぱりいるんだね。よし。何個？ 1,2,3,4 と5、木のベッドを6つ。 OK、 作れるでしょ、足りるっしょ、足りるっしょ。あ、かかし、あ、石炭あるじゃん。とりあえず置く、置く前に作る。んでベッドの配置、いえ雪がすぐ1,2,3,4。ちょっと待って。あー残念、マカフィーが発動してしまったので、ベッドを置く途中で、ベッドだけ、あ、けどベッド置いたら話進んじゃうから、一旦ここでちょっとマカフィーが来ちゃったんで、マカフィーの更新が来ちゃったんで、一旦ここで終了します。はい、お疲れ様でした。クソマカフィーめ、ね。